かと申します。2024年になりまして、最初のライブを大阪で、やってまいりました。遠くまで足を運んでいただいた方どうもありがとうございました。そしてね、この地元姫路では今日初のライブなんで、年明けたということで、明けましておめでとうとか言うと思うでしょう。私今年から明けましておめでとうはやめましたんで、もう全然めでたくないんでね。めでたいですか、年明けて。全然めでたくない。これをいろいろ外で言うと結構品種を買ってたんですけど、まあそんなことは私には全く関係ないんで、自分さえ良ければいいっていうのが私のモットーなので、それでは次は自分さえ良ければいい
男の曲をやりたいと思います。それでは次の曲に参ります。自分を愛しすぎた男の話、ピクノブレ。配信があるということで、遠くから見てくれている方、そして今日たくさんお客さんがいるので、皆様方と最後の最後まで楽しんで帰っていただきたいと思います。イエイ。そしてね、私ね、去年のそうですね、今頃ですかね、 SNS で他の演者さんのなんか動画を見てたら、すんごいすんごいヤバい方々が出てる動画を見つけましてね、こいつはやばいと思って、それが京都のライブハウスだったんで、これは対バンしないといけないと思って京都に出させてもらったら、一発目からそのやばい人たちに出会えまして、本当強運な男なんです、女なんです。そしてね、そのやばい方っていうのが、今日実は僕の前なの、演奏してくださったメンクローマンチさんなんです。イエイ。本当ね、素晴らしい世界観で素晴らしい演奏、そして今日この姫路に来てくださいまして、メンクローマンチさん、どうもありがとうございました。もう一度熱い拍手をお願いします。まだどこかで
お会いできると幸いでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ということでね、今年私年始のおみくじが小吉だったんですけどね、こんな最初からいい胎盤に巡られた私はもう、まあ、間違いなく大吉ですね。ということで神なんていないんですよ。わかります？あんな100円で1年の運を占おうなんてそんなせこい神はいないんですよ。だけどね、私お友達はちょこっとだけですけどいましてね、次はそんなお友達を大切にという優しい歌を歌おうと思います。それを私の数少ない友達に歌ってもらおうと思います。今日はね、たまたままた台湾でもう一人友達がいるんで、じゃあお呼びしましょう。なにわの病み上がりの2枚目、ひじきしんじ、イエイ。病み上がりでございます。まだまだ登場、そうそう言うの忘れてたんですけど、この間のライブ1月のライブちょっとコロナだって飛ばしてしまったんですよね。ここ来れなかったんですけど、はい、もう大丈夫ですよ、元気ですよ。いいですか、それじゃあ行けますか。 OK、 見えない、 OK です。はい、それでは行きますか。友達を大切にしようという話、セブレーキュー。フー、Save me, save 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 me
でもいいじゃない Save me, save me I am てないから Save me, save me ガスを壊しちゃいいじゃない Save me, save meどうでもいいんじゃない。どうもありがとう。鈴木真嗣でした。もう一度ザアクション。ユニット名真嗣ルカ。真嗣ルカです。ありがとう。バイバイ。はい。どうもありがとう。私ちょっとマイクを新しくしたのでちょっとこのマイク感度がいいんです。ちょっとよろしいですかね。というところで次の曲に参りたいと思います。積み重ねながらも互いの幸せを探し続けた男女の話。赤い太陽、白い月。Thank you.
足の真ん中でどこまでも果てなく来るね。しまえばいい。今日ね、せっかくこの会場に来ていただいたアイデアんで、ちょっと配信の方にお配りすることはできないのが残念なんですが、私の方から皆様にプレゼントがありまして、まあ、毎回やってるんですけど、なんだか分かる人いますか？知るか。あ、まあ、まだまだ私のことは分かってないようですね。まだまだですね。今回はね、新しいんですよ。幻冬エロい棒。こいつを皆様に配ろうと思います。ちょっと説明させていただくと、この幻冬エロい棒って書いてるんですけど、あ、みんなちょっと勘違いしてるかもしれませんね。幻冬エロチカのエロと、僕の写真が、私の写真が載ってるんですが、いいってやってるんですよ。いいってやって、その幻冬エロい棒です。なんかエロい棒と勘違いしてる人がいたら困るんで、ちょっと説明させていただきましたけど、これ皆様の分多分あると思うんで、ちょっとね発注ミスでちょっとパッケージがしょぼいんですけど、ぜひぜひ持って帰ってください。エロい棒じゃないですよ、エロい棒ですよ。あとね、2024年になりましてね、新しいステッカーを私作りまして、これかっこいいと思いません？これバラの絵が描いてるんですよ。で、去年のよりさらにかっこよくなったんで、これも無料なんです。日本人無料に弱いんでね。エロいい棒とエロい棒じゃないですよ、2つぜひぜひ持って帰ってください。はい、ということでね、時間もあるんで、ざっと次のライブの告知をさせていただくと、来月の3月の10日に京都のサインはウーララというところです。京都です。で、ライブがあります。ぜひぜひ皆さんすぐそこなんで来てください。そして4月の14日に、これは奈良のプラチナ食堂、先ほど僕の友達の日月真珠のプロジェクトの電脳幻想夜会っていうイベントに出演するんで、奈良までも近いですよね。ちょっと言ったらもう、いや本当ですよ、本当まっすぐ行ってと来たらもう着くんで、ぜひぜひ来てください、奈良。そして4月の27日にまだここ姫路ビーダーでやろうと思います。皆さんまた来てください。そしてまだあるんです、5月の12日に、またまたこれ今度は先ほどの日月真珠と2人のプロジェクトで、信じるかで爆竹のコピーで、またまたプラチナ食堂に出ようと思いますので、爆竹好きな方ぜひぜひプラチナ食堂にいらしてください。食べ物でも美味しいですよ。で、月が変わりまして6月の13日に大阪の扇町パラダイスというところでやりますんで、大阪もまあ近いです、全部近いんで、はい、宇宙に行くことに比べれば近いので、どうぞどうぞ足をお運びください。イエイ、次のそろそろ次の曲に行こうと思いますけど、今日ちょっと暑いですね。暑いでしょね。季節外れのうちわを持てる方が何人かいるんで、ちょっと皆さん上げてもらえますか。私の名前が書いてありますね。いやいや、じゃあそのまま上げたままにしといてください。そしてそんな季節外れのうちわなんか持ってないぞという人はいますか。いますか。いますね、いますね。後ろみんな持てるんですか。まあ、みんないいね。みんな立てた、上げたまま、上げたままで、立てたままじゃないですね、上げたままで。次の曲のバニラという曲をするんで、みんな私と一緒に腕を回してください。いいですか。えい、それでは次の曲に参ります。熱く甘い愛の話。
会場の皆様、そして配信をご覧の皆様、どうもありがとうございました。次で最後の曲になります。去年はね、まあいろいろと悲しい出来事があったんですけどね、本当はこの素晴らしい世界でまだまだ私、ゲントウルシカのエロティック&ファンタジー、わいせつと空想の世界、まだまだのパレードは続きます。そんな私のパレードに拍手でお願いします。そしてそんなパレードの曲を次はやりたいと思いますので、皆様手拍子をよろしくお願いします。それでは次の曲に参ります。いにしえから続く行進の話、パレード。Show
この旅の始まりだ。ランバンバレーのランバレー、見知れたら続く愛の更新。ランバンバレーのランバレー、太陽を目指しひたすらに泳げ。奇跡でたどり着いた僕は、新しいことを始めるよ。ランランバレーのランバレー、見知れから続く愛の更新。ランランバレーのランバレー、太陽を目指して。どうもありがとう。トマリケのゲートアルスカでした。いつかまたどこかでお会いできるのを楽しみにしております。それでは皆様ごきげんよう。思い出せるの喜び、今は閉じてる。